ミニポストを叩き、反対側のサイドネットに突き刺さり、ボールが出てきます。西川周作が出てきたボールをすぐに味方に渡すと、主審の山本雄大はプレー続行を指示します。ベルマーレ陣営は猛抗議します。それでも判定は覆ることはなく、このままプレーは再開されました。後半アディショナルタイムで山根美希の劇的ゴールで大逆転勝利を飾りました。